世界一縛りがきついデッキ崩壊龍です。さあ本日なんですが、崩壊デッキリクエストすごい多かったので作ってきたんですけど、ちょっと1個言っていいですか。私ちょっとまあ不満というか、まあコナミに言いたいことがありましてですね、このスキルあるじゃないですか、これさ、縛りきつすぎない？バカなのかな。自分のデッキに、ビジャムが3枚入った状態でデュエルが開始されますよ。このスキルは自分のデッキエクストラデッキが崩壊と名の付いたカードのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用される。バカなのかな。これさ、このスキルさ、発動した段階でもう自分のデッキの中にコズミックサイクロンとか因果切断入れられないんですよ。わかります？デッキエクストラデッキが崩壊と名の付いたカードのみのデッキを設定しないといけないんで、これね縛りすぎなんじゃないかな。めっちゃきつい。一応まあこれが私が組んだ崩壊デッキなんですけども、マジでほんと盛り抜きで話持ってないの抜きで20連敗ぐらいしたわ。きつすぎるだろ、崩壊だけって。まあ一応ね、ビジャムが使えるスキルがこれしかないんですよ。ビジャムの効果説明しますと、こういった強いですよ結構ね。スキルでしかいられないんですけども、リンクスだと戦闘でまず破壊できないよっていう、体勢ですね。でこのカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時にモンスターゾーンに永続魔法カード扱いとして置いて、でデモンズチェーンするっていう、このカウンターが置かれたモンスターは攻撃ができないし効果が無効化されますよっていう、リリースして発動する効果は発動されちゃうんですけど、ならず者傭兵部隊とか、あと精霊流とかは発動されちゃうんですけど、他のなんかその起動効果、例えばオルタナティブの効果とか、銀流の効果とか、ああいうのは無効化できます。一応で対象には取りません、特にねこの効果ね。で、このカードが、効果で、続魔法カード扱いとして、置かれている場合は自分のメインフェーズに魔法トラップゾーンから特殊召喚できるよっていう。で0-0なんですけど、かなりロック性能が高いと。だからもちろんこのカードを実装してしまったらめっちゃ害悪が強化されるんで、それは嫌だっていうのがあると思うんですけど、運営さん的には。ただこれはさすがに縛りすぎだわ、あまりにも。だってさ、このスキル発動した段階でさ、もう自分のデッキの中になんかその汎用カードないですよって宣言するんですよ。自分コズミックサイクロン積んでません、自分因果切断積んでませんって言ってるんですよ、このスキル発動した段階で。まあ辛いよね。で勝ち筋はほんとビジャムでロックしてバーンしかないわ。ビジャムでロックしてゲイラガイルでバーンしていく、もしくはこのインディオラデスボルトで、バーンしていく。これ召喚ムービーなんだわ、後で見せるけど。でバサガンダイルでねぶん殴って勝っていくっていうこともたまにはしますけど、聖眼とかは3000打点あるんで勝てないんでね。なんで基本的にはバーンでロック、ビジャムでロックしてバーンしていくっていうデッキになるかなと思います。で新しいカードね、この、崩壊、ゴーゼ、これが結構強くて、相手のモンスターの攻撃宣言時デッキからビジャム出せるよっていう効果と、それから自分のライフが相手より2000以下、2000より少ない場合、だから4000と2000みたいな時とか、3000と1000とかの時とかは、もちろんこのカードを除外するとビジャムを簡単に言うと3体出せます。3体。めっちゃ強いですよ、このカード。だから、一応ね、この、デューザーで、崩壊ゴーゼを落としておくのが一応、防御だっちゃ防御だなんだけど、そうは言っても2000以上、これ知ってる人が、使ったらというか相手したら2000減らさないようにライフ削ってくるんで、辛いんですよ。ディスティニードロスしないように殴るの簡単でしょ。だからそれと同じような感じで、はい、ということで非常に辛いんですが、一応ねなんとかね魂の勝ち試合をね2試合ほど、ご覧いただきたいなと思っておりますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキ弱すぎるだろ、ふざけんなよマジで。盛らずにほんと30連敗ぐらいするぞ、これさ、そもそも論なんだけどさ、スキル発動した段階でさ、俺のデッキコズミックサイクロンないぜとか、なんか因果切断ないぜって言ってるようなもんじゃんね。だってなんでかって崩壊カードしか入れちゃいけないからだよ。弱すぎるだろこのスキル。デザインしたやつマジでクビだろこのスキルデザインした、なんかそのスキル開発者ボーナスカットだろこれ。もうちょっとさ、いやスキルでぶっ壊れてる説もあるけどね、正直。でも絶対運命力を作ったやつと崩壊なんだっけ、崩壊員っていうスキル作ったやつ、どっちもクビでいいだろこれマジで。
ちょうどいいスキル考えろ。ちょうどいいスキル考えて。てかさ、これさ、思ったんだけど、これ月光って意外といけるんじゃね？これ冷静に考えた結果、これ月光って貫通ないですよね。俺が、要は攻撃表示でモンスターを立てなければ、いいってことでいいですか？だから、龍座召喚して、あ、これ分かったわ。龍座召喚して、こう神ゲーを切るんじゃね？これさ、唯一勝ち筋あるデッキじゃね？これ。崩壊構成でしょ？で、バトルフェーズ入って2000減らしてもいいんだろな。つまり、なんかちまちま削られるの鬱陶しいから、ちょ、2000、なんかある！ちょ、クリボールとかやめて！ちょ、通して！いいじゃん、自爆特攻したいんだから、これ。え、これ、あー、通ったー！神ゲーだー。いや、まだいいな。殴りに来てからでいいか。殴りに来てからでいい。さあ、来いよ、ムーンライトさんよ。なんか唯一勝ち筋がありそうなデッキ当たったぞ。これはものにするしかねえ。バトル来た。よし、崩壊豪勢の効果、墓地のこのカードを除外し、デッキから崩壊員ビジャムを特殊召喚し、さらにデッキから崩壊員ビジャムを特殊召喚していく。うおーよっしゃ来たー、来た。これ殴ってくれると、これ対象取んないんだ、この方が。戦闘者ダメージステップ終了後に、よし来た。で、ビジャム効果、よし、いいぞ。相手は敵と読まないやつだな。よし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 。で、デモン支援ですね、これ。この実質デモン支援といったところで、そうですね、もう別にいっちゃってもいいかな。これデューザーで落として、デューザー落としからのゲイラガエルを回収してバーンダメージを与えていく作戦にこれ切り替えていいんじゃないでしょうか。デューザー召喚して、デューザー効果、さあデッキから崩壊カードを墓地に送っていく。で、これでカルマ落として、あとすごいどうでもいいんですけど、YouTuber のカルマでも思い出したんだけど、モエリンさんってめっちゃ可愛いですよね。ガチでどうでもいい話、ゲイラガエル回収して、ゲイラガエルは出さないといけないところね。これだから融合されて、なんか打点ゼロにされてぶん殴られるみたいなパターンはマジでやばいこと起きるから、ゲイラガエル、バスターガンダイルで、バスターガンダイルでぶん殴って、あいうちのクリボーなんだよね。クリボーあるから、これはこうでいいか。こうして、さあ現れろ、崩壊艇ゲイラガエルで800万。あとはこのちまちま削る作戦でいくしかねえ俺はちま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 このゲイラガエルのこの800万を永遠に繰り返していけばいい。あと何回、あと8540だから5回すればいいから、あと3回ね。 OK、 あと3回。これでバスターガンダム出す必要ねえもんな。さあ、あとは剣の姿勢ですね。相手のなんかその困ってる顔をじっと見つめるだけっていうゲームになりそうですムーンライト結構これ返せないんじゃない。あ、でもあれいるか、一応。なんだっけ、ベオウルフじゃなくて、ダイヤウルフ。いや、よしよし、そう、まあ、そうだよね。そうするしかない。そうせざるを得ない、そうせざるを得ない。よし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 、いいぞ。よしよし、いいかも。来た。で、これで崩壊ダーマの効果を発動していく。これで戦闘ダメージもゼロになった。崩壊、これで戦闘ダメージもゼロになったって、これ強いな。で、カルマ効果で、ゲイラガイルですね。ゲイラガイルで、ゲイラガイルはゲイラガイルで特殊召喚していく。ほい、はいいいぞ。800万。あと3、あと2回、あと2回、あと2回だ、あと2回。インディオラデスボルトをあと1回出して、で、あとゲイラガエルを、あと1回出せばいいから、これはいけますね。先生これいけますよ。先生でもこれそのまま耐えるのでいいのかな。これだってインディオラデスボルト出しても解決策ないもんね。でも破壊されたら別にビジャム出せるから、まあ別に やっちゃってもいいんだけど、まあちょっともう一発、これダーマが欲しいね。だから、ダーマ引いてきて、ダーマならダーマ捨てて、で、ダーマ効果でゲイラガエルを回収して、はい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 、だからダーマ落とせばいいんですよ。つまりこれダーマ引けばいいんですよ。ダーマ効果、これもあの回収するもんないんですけど、あ、ダーマ来た、 OK、 ダーマ来た。ダーマの効果は単一だから、これでサーチを入れて、で、インディオーラデスボルトを回収し、
これ次のターン、ダーマの効果でダーマ捨てて、ガイル回収して、ビジャム特殊召喚しなくてもいいけど、3体リリースしてインディオラデスボルトって感じだ。来た！皆さん、召喚ムービーをね、お見せして差し上げますよ。皆さん、知ってますか？出したことないでしょ。崩壊、この、崩壊、頂点、インディオラデスボルトさんには、召喚ムービーが存在します。出したことないでしょう皆さん。さあ、緑をの効果を発動し、緑の効果で融合を切るしかない。さあ、クソザコムーブしていく。さあ、この盤面を突破できるんでしょうか。バトルフェイズ、いいだろう。ビジャム殴っても意味ないぞ。ゲイラガエルを殴らざるを得んだろう。さあ、いいだろういいだろう、悪くないだろう。ドロー、崩壊豪勢も来た。そしてビジャムを特殊召喚、そしてダーマの効果、ダーマーを捨てまして、そして墓地のダーマーの効果、このカードをゲームから始まりし、墓地の崩壊モンスター一体を回収できる。そして俺はフィールド上の崩壊モンスター一体をリリースし、ゲイラガイルを特殊召喚、そして800バーン、そして俺は3体の崩壊モンスターの魂を墓地に送り、現れろ崩壊頂点インディオラデスボルト。うおー、気持ち悪いこっちみんな特殊召喚成功し800万、神ゲーだ。進化最強ドラゴン勝てるわけないんだよな。もうなんか勝てる気がしないわ。これさ、こういうデッキの何が一番いけないところかっていうとさ、あれなんですよね、使わないシーン多すぎるんですよね強いデッキって結構撮影時間めっちゃ短いんですよ。なんでかっていうと強いんで簡単に撮影できるからなんですね。こういうデッキってマジで無限に撮影して、なんかほんと5時間撮影して撮れ高ゼロみたいなことがあるんで、太鼓か、それがね本当にきつい。こんだけ喋ってマジで使わないシーンめっちゃ出てくるからね。その相手がぶん回ってあろうとなかろうとこっちが弱いから、なんかどっちにしても負けるからさ。さあ、太鼓なんでしょうか、これ一体何デッキなんでしょうか、一体何ですか。なんかそんな弱いムーブ、なんか正眼めっちゃ引いてるか、太鼓だと思うんだけどな。あれ多分めっちゃ引いてる、正眼めっちゃ引いてて、なんかもうトラップカードも何も、てかデッキ多いな、20、30万じゃん。ホワイトオブジエンシェント、それそんだけ入れてたら事故るわ。ホワイトオブジエンシェント事故んねえのかい、事故れや、そんだけ多かったらデッキ鬱陶しいな。レイルやめて、もうレイルはね、もう完全にこれサレンダーの構え、レイル出てきた、サレンダー、レイル出てきた、サレンダー。正眼はまあ正眼だったらまだいいけど、正眼だったらまだあるか。で、ドラッグオンバーミリオンも別にいいよ。スピリットドラゴンが一番きついか、スピリットドラゴンが一番きつくて、スピリットドラゴン来た場合は、墓地の崩壊豪勢の効果止められちゃうから、まあでも2500受けて、まあでも一応言うてね、ビジャム出せるんで、まあ、なんと攻撃反応系で、多分レイル引いてますよ、俺多分ね。多分反応に一番レイルがあると思う。レイルと、進化した最強ドラゴン、まあでも一番レイルだから、青眼レイルかな、多分。はい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 。で、融合。レイル、青眼融合ですね、多分。融合効果、いいでしょ。さあ、融合の効果を発動し、手札の、まあ多分青眼を融合していく、いいだろう。でこれで勝とうとして、これどっちから殴ってくるかみたいなところね、これどっちから殴ってくるんだろう、どっちから殴ってくるんだろうな。これさ、2500か、まあでもどっちも同じかで、3000殴る、まあそれはいいわ。受ける、それは、受けるで、それは受けないで、攻撃宣言時効か、ビジャムを出していきましょう。で、ダメージ計算移し替えるんで、効果は無効にはできますね、これね。で、崩壊豪勢の効果を発動。さ、崩壊豪勢の効果によって、デッキからビジャムを特殊召喚し、ダメージ計算を移し替え、そのモンスターに攻撃させる。さ、ビジャムの効果、相手のモンスターの効果を無効にし、攻撃できなくさせる。これ、ただしで、リリースするとね、効果発動できるんだよね。これ、一
回ゴーゼの効果使ってビジャム出した方がいいか。ゴーゼの効果使う、あっ、ね、待って、これチェーンして効果使うのに、あ、それね、それリリースするとその効果に、あ、それ大丈夫、危ねえ。いや、相手が馬ぶりプリング、それこれさ、1番と2番の効果チェーン組めない、もしかして。だったら大丈夫だな。あの墓地の効果止めますよの効果に自分の効果でチェーンしてリリースすると多分止められちゃうんですけど、ゴーゼの効果それはできないってことでいい。スプリットドラゴン、ちょ、わかんない、遊戯王難しくて、ちょ、何言ってるかわかんなかったごめん何言ってるかわかんなかったらすいません。で、崩壊インビジャムを特殊召喚していく。でこうして、これさ、バスターガンダイル出しちゃっていいよね。バスターガンダイル出してぶん殴って、ぶん殴ってまあ変身するんだったら別にいいから、自爆特攻はちょっとね、あのできないんですよね、あのダーマがないんで。ダーマがあると戦闘ダメージゼロになるんで自爆特攻できるんですけど、まあこれバスターガンダイルじゃない、ビジャムビジャムビジャムで、まあ、変身するんだったらしていいよ。これどっちかで出るんだから、破壊されるんだから自爆特攻すればいいから。でこうして降臨せよ、崩壊召集バスターガンダイル。声に出して読みたくなるモンスター第1位、声に出して読みたくなるモンスター選手権第1位と噂の、あー、まあ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 逃げるよね、はいはい、銀流ね、 OK。 まあじゃあ自爆特攻してビジャム出しといて、どうかな。まあ一応3000いるんで、これクリボールされると、クリボールされたらめんどくさいか、まあでも、まあ、そんなにか、言うて因果切断を引かれなければなんとかなる。でこう、まあでもビジャム3体置いといた方が強かったもんだけど大丈夫だ。でガンダイル効果、はいはいほいほいほいからのほいほいほいと、で特定のカードを手札に加えると、もちろんダーマだ。これでデッキを回転させていくぞ俺は。よし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 、圧倒的最強の壁ができた。オルタナティブとかで一応破壊できますけどね、相手は。まあ一応ね、ダーマあるんでデッキ回転させるんで、オルタナティブとか出てきたらオルタナティブに自爆特攻しましょう。ダーマ発動していいでしょ。あ、いいんですか、そんな請願とか出していいんですか、あなた。いいんですか、奇跡起こりますよこれ。え、これ請願に勝ったら結構だよこれ。はい、バトルいいよ、全然いいよ、全然いい。崩壊インビジャムの効果、さあお前のモンスターの効果は無効だ。 お前も無効だ。大丈夫か、テキスト読んでるか、また出てくるぞ俺また出てくるぞ俺。これ自爆特攻して完全盤面ロックしたのかな。ビジャム特殊して、これ縦にしてさ、これさ縦にして、あのツインバーストにぶん殴ればいいんじゃね。これさ、このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時だもんね。だからまあとりあえずダーマ発動する。でダーマ効果、これで戦闘ダメージは無効になった、崩壊モンスターので、崩壊ゴーゼを落としておく。でこれ攻撃表示に来たわ、神ゲーだわ、心折ったった、対戦ありがとうございました。めっちゃ疲れた。さあお相手の方、ペガサスジェイクロフォードさんですね、よろしくお願いします。スタンバイ。いやいいわ、ペガサスは有能でいいわ、ペガサス有能だけど好みが無能だから、本当にね、スキルがね無能だから、本当にこれはもう、ね、崩壊これゴーゼ落としとくしかやることないんだけど、ゴーゼ落としといてやることないけど、まあ、これするしかないっていうね、もうこっちとらこっちとらやることこれしかないが、一応これが防御打ではありますね。あのゴーゼは、相手と自分のライフ差が2000、以上あれば、うわー、なんか魔獣の怪獣結構やべえカード来た。2000以上差があれば、ビジャムを簡単に言うと3体出せるっていう、あの効果なんで。それがね、ちょっとね、はい。よろしい。魔王はいいよ。新境召喚ですか？え？なんかこれ。バルバロス。そんな効果あったら、そんな効果あったら。